はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。来ましたね、ラストチャンスということで、イベント限定キャラの出演率アップ、さらにガチャスタンプ付きということで、これはですね、まだ欲しいキャラゲットしていない方はね、ワンチャンあるんじゃないかと思います。中身見ていきましょうか。確率は結構高いんじゃないの。ちょっと覇王輪廻だけね低いんですけども。そして確定枠は 20% の5分の1ということで、これはね激アツです。まあ、僕はですね、もう欲しいキャラはね全て持っているんで、まあ、特に回す必要はねないんですけども、今日はねおすすめキャラ、そして使い方をね紹介していきたいなと思います。さあ、そしてですね、これ三国志コインブがですね、まあ遅くなりましたけどもゲットすることができました。こちらランクの高い武将妖怪が出るかもしれない特別なコインということで、超激アツです。中身見ていきましょうか。ここなんと暴走ノルカソルカ、覇王輪廻、そして SSS ランクキャラもねほぼ入っています。だから激アツです。しかし A ランクもあり、 B ランクもあり、C ランクまであるということで、ちょっとね幅が広すぎる。やべえな、 C ランク出たら泣くわ。行きましょうか、ワンチャンです、頼むぜ。持っていないキャラ、豆犬神来い、カモン。おっと、金カップからの、これで S ランク以上確定か。おう、クローニー呂布来ました。また微妙っすね。まあ古いキャラなんですけども、まあ使えるキャラであるのは確かです。かっこいいしね。さあ今ですね、武道館の優勝回数175回まで来ました。相当ね頑張ってやっていますよ。まだまだやっていきますよ。そして全体ランキングはね5000回超えってね、やばいよどうなってると、500回でもやばいのに5000回ってなんだよ、人間離れしている。さあ大当たりキャラはですね、まあ、やっぱりこれかなと思います。展示試合まで使っていきましょうか。やはりダブルゼーターは強い。暴走ノルカソルカ大量プニケシです。限界突破。そしてですね、もちろんダブルゼータなんで必殺技グレートまで打てると。そして全ての種族へのダメージアップついています。そして一緒に使うキャラとしては白蛇カイラ使ってきます。 HP 回復。そして霊戦者カイラ使っていきます。まあこの辺りはねいるだけに近い感じです。デカプニを作り、そのデカプニを消す。まあうまくやるとね必殺技が連発できて、これはこれでですねすごい。展示シェンマー全消し&デカプニの技ゲージを多く貯める。この必殺技も使える。しかもですねスキルが復活なんですよ、やばいよね。そして太陽神エンマ今回使っていきます。これがですね全ての種族からのダメージを減らすということで、このスキルがですねまた使えます。さあこれでですね、なんと鉱物与えましょうか。ほぼほぼねダメージを食らいません、やばいよね。ダメージ22です。なんなのこれ、もうトーナメントの敵の方がよっぽど強いぜ。3カウントごとに22ということで、ほぼほぼノーダメージなんで、まあ、よっぽどプニプニ苦手な人でもですね倒せるんじゃないかなと思います。おすすめです。まだ天使師エンマ倒せていない人、ゲットできていない人は、まあ、こんなパーティーラストチャンスガチャでワンチャン狙ってね行くとあるかもしれません。22ってなんだよ、やばいよねあのむっちゃ強かった天使シエンマがまさかの超弱体化。さああとはですねこの暴走ノルカソルカ一発打てば倒せます。さあゆっくり技ゲージ貯めていきます。さあフィーバータイム入りました。だからこの今回のイベントはね、このダブルゼータの暴走ノルカソルカあるとないのでは難易度がね全然変わってきます。まああとはねもう適当に打っておきましょう。もう死んでます。かっこいいよね天使師エンマ。だから今回はね
今回のイベント王族がねたくさん出てきました。非常に使えるキャラ。太陽神は技はね返されます。さあ行きましたね、カモン。落ちません。ドロップ率はね結構渋めです。さあそして36ポイント、さあ中あたりはやはりこちら、霊戦者カイラ途中追加ということで、ぶっ壊れデカプニを4つ作り、そのデカプニを消す。もちろんグレートまで打てて技ゲージが溜まるということで、うまくやると連発できる。デカプニ作り系のねキャラと一緒に使うと非常に相性がいいかなと思います。で、ごく吹雪姫消去もですね結構当たりキャラかなと思います。これボーナス玉の数一つなんだけどでかいんですよ。霊戦者カイラとですね非常に相性がいい。さあスコアアップも使っていきましょうか。だから今回ねこの霊戦者カイラと極吹雪姫ゲットできた人は、まあ、トーナメントでね一緒に使ってやるとねいいかもしれません。まあ、この極吹雪姫にはですねトーナメントの敵に対してね特殊能力、特殊能力はないね、特殊能力はないんですけども、まあ、横取り特攻、まあ、非常に使える。さあそしてクリスタルイケメン剣をね使っていきます。攻撃力アッププラスデカプニを作る。さあフィーバータイム入りました。いきましょうか。さあ攻撃力アップはね重ね掛けしましょうか。さあ1回目デカプニ作る。極吹雪姫はねだから特殊能力なくても強いんだよね。特殊能力あるのかっていうぐらい強い。そしてこのでかいボーナス玉のおかげで結構連発できる。連発します。打てるだけ打ちます。そして霊戦者、そして技がたまります。極吹雪。さあこれでいきましたね。さあどうしました。さあこれで3959ワイマネー、ワイマネーも稼げると。ワイマネー稼ぎやっていきますよ。さあチャレンジステージいきましょうか。さあ霊戦者カイラ、もちろんですねこのチャレンジステージの強敵に対しても特殊能力があるんで、これがあればですねもうワンチャンあります。今回だからこの霊戦者とこの白蛇カイラ、これ2体があればチャレンジステージ結構簡単になります。さあこんなパーティーでいきます。暴走乗るかソルか。今回のねイベントはねだから挑戦者は特殊能力持ちキャラをね揃えれば結構簡単になるんだけど、このチャレンジステージに関してはまあ白蛇カイラ取ったりしてね特殊能力持ちキャラゲットしてもそこそこ難しい。まあでも途中追加のねこの霊戦者カイラがあれば、まあ、こんな強敵もですね倒せてしまうと。キラキラアイコンがゲットできる。で攻撃が311まで下がるので結構ゆっくりやってもね大丈夫です。だからどっちかというと焦ってやるよりはゆっくりやって盤面整えながらしっかりとね技ゲージ貯めていってフィーバーインする方が多分勝つ可能性はね高くなるんじゃないかと思います。だからフィーバータイム中にこの白蛇カイラと霊戦者カイラをねいかにたくさん必殺技打つか、まあ、そういうことになります。霊戦者かっこいいよね。白蛇カイラ、そして暴走エンマうまく使って技ゲージ貯めていきます。でデカプに作ってそれを天地支援まで消してやる。技ゲージが溜まる。そしてもう一度これ白蛇カイラとね霊戦者打っていく。
さあこれでいったかな、もうあと一発いるかな。放送エンマ打って、あと一発いるね。さあ覚醒エンマでとどめいきましょうか。いきましたね。何か落とせ、落としません。なかなかしぶとい。さあクリアしました。何かアイテムを落とすのかな、まあ、周回もありか。ワイポイントは稼げると。さあ次はですね、こちら白蛇カイラと一緒に使うんだけど、変化を食らう HP 回復、このスキルがね獅子エンマとつなげられるよということで、この獅子エンマはですね結構おすすめです。まあ、白蛇カイラと一緒に使ってこそなんだけど、違う国同士なんだけどつなげれるのは非常に強い。さあゴールニャン攻撃力アップ、つながりやすくなる。そして覚醒吹雪姫消去、今回ですね初ゲットしました。何気にですねこの辺りのキャラもね使える武将日野神、これね必殺技がメガヒット連発ビーム、ちょっと変わった必殺技かなと思います。これだ。そして自身の妖怪プニがデカプニで降ってくる。さあこんなパーティーでいきましょうか。なんか今回のイベントはですね、復刻っていうのかな、まあ、以前のね三国志とのコラボイベントで出てきたねキャラもガチャに入ってたり交換でねゲットできたりするんで、まあ、今回初めて三国志イベントやるっていう人は、まあ、そこを狙うのもねありかなと思います。まあ、SS ランクとは言ってもですね、まあ、結構面白い必殺技であったり組み合わせて使ってやると結構強かったりするので、まあありかなと思います。さあ攻撃力アップして大きいの。さあこの2体のね SSS ランクの王族でつなげられるっていうのはね非常に強力です。さあサボりかけの。さあこの SS ランクキャラなんだけどまだ全然ね育っていません。技レベルも低いんだけど、まあそれでもねやっぱり SS ランクなんで結構強い。さあ行きましたね。さあダメージスコアもですね結構出ました。1111Y マネー。さあ今回実は何気に使えるキャラ極オロチ周遊全消し&デカプリの技ゲージを多く貯めるということで、結構必殺技ね使えるんですよ。あまり注目されていませんけども、もちろんグレートまで打てます。技ゲージが溜まる。そしてプニキュービ純育ですね、タップでデカプニということで最強必殺技です。しかもグレートまで打てる。ダメージを受けた時に技ゲージがアップするということで、これもねむっちゃ使えるんじゃないの。そして大軍師硬い下の妖怪プニオです。そしてこの技ゲージが溜まる系ということ でシュラコマ伝弾、これも必殺技がねちょっと個性的です。自身を全て消して残りの妖怪プニを整理するということで、そして自身の妖怪プニがセットした位置から降ってくる 45% ヤオビクに損傷後一定時間出なくなる。これ時間が長いんですよ。19秒間出なくなるということで、この辺りのキャラもね使い方によってはね非常に強力なんじゃないかなと思います。今回だから他のキャラが強すぎてもうそれに埋もれちゃってさ、あまりこう取り上げられないんだけど、まあ特殊能力もないしね、なんだけども実はこれ普通に使えるキャラだ。なので今回ねガチャから初ゲットできた人は、まあこれは喜んでいいんじゃないかなと思います。さあまず技ゲージ貯めていく。強えなヤシャエンマ。さあフィーバータイム入りました。ここから反撃いくぜ。さあまずいなくなります。19秒は長い。これでかなりつなげやすくなる。でプニを整理する。さあここから連発していくぜ。さあ G まで貯めてタップでデカプニ、これスコアタなんかでもね使えます。でデカプニの技ゲージを多く貯める極オロチ。
するとまたね連発できます。タップでデカブリー、この辺りの相性もいいよね。さあそしてまだ打てる、連発していくぜ。さあ行きましたね。さあなんとかね倒しました。496Y マネー。